静学、早いリスタートの静学です。さあここからカウンターになります。ぴったりマークにいっている高橋、そして左へはたいた、中央にボール食った坂本英之、シュート、ゴール、坂本のヘディングシュート、先制ゴールは静学です。後半の15分、いや素晴らしいタイミングのヘディングシュートでした。今のシーンご覧いただきましょう。一旦外に開いて中央で待っていた坂本のヘディングシュート、キーパー山本の手をかすめながらゴールマウスに吸い込まれました。このセンターリングも本当に優しいボールでしたね。そうですね、今は静学の攻撃は2人だったんですよね、はい、それに対して清水東は高